こんにちは、塩さんでございます。神奈川県の絶品蕎麦屋6000、美味しさも一品料理も感動の名店巡りです。行列必至、並んでも食べたい蕎麦屋さん、飲んだ後に締めでも訪れたい蕎麦屋さん、天ぷらが美味しい蕎麦屋さん、蕎麦屋のまた食べたい一品料理たち、横浜海老名で美味しい蕎麦を食べたい、そんな時に知っていたいおすすめの6店舗を紹介していきます。最後までぜひご覧ください。僕のチャンネルでは埼玉、東京、千葉、神奈川で見つけたうまいお店をはじめ、旅行や出張で見つけた美味しいお店を紹介しております。食べるのが好きな人や旅行が好きな人はチャンネル登録していただけると嬉しいです。今回紹介していくお店はこちらの6店舗です。それでは早速見ていきましょう。横浜駅から徒歩10分ほどの場所にある平沼商店街。この平沼商店街、人が歩いていません。それくらいに人通りがない商店街になっています。この商店街の中で行列ができる蕎麦屋さんがあるんです。久しぶりに訪れるとその商店街とのギャップに驚きました。人がいない商店街にある超繁盛店の蕎麦屋さん、ここの右を見るとお店があります。平沼田中屋さん、この平沼田中屋さん、この日も並んでいました。6時前でしたのでまだ大丈夫かと思いましたら、もうすでに満席、行列になっており、5組待ちでしばらく並んでからお店の中に入りました。お店が満席の時は E パークで受付、5組待ちということで出ています。店内に入りました。メニューを見ていきます。見ているだけであれも食べたい、そんな気持ちになるワクワクするメニューです。音楽とともにお楽しみください。平沼田中屋さんの各テーブルにはこのような言葉が書いています。自分を振り返れる、そんな言葉にも出会うことができます。まず一人で生ビール、こちらで乾杯をしました。するとこちらのお通しがついてきます。このお通しのそば味噌、これがうまいんですね。少しに見えてこれでもたっぷりなんです。少しずつお箸で食べる、少し甘さも感じて美味しいそば味噌は、これだけでもお酒がかなり進みます。それくらいに美味しいんですね。そしていただいたカツ丼セット、刻み鴨汁、そば2段でいただきました。じっくり見ていきます。ミニカツ丼、これがめちゃくちゃ美味しいんですね。そして刻み鴨汁、こちらは外せません。薬味、そしてそば、こちらが2段でいただきました。おしんこ、サラダ、お味噌汁、こちらもついてのカツ丼セット、刻み鴨汁、そば2段。まずは刻み鴨汁、こちらからいただいていきます。この器独特ですよね。これも理由があります。そば、こちらはこのような感じ。このそば自体も美味しいのがこの平沼田中屋さんの特徴です。最初は数本だけ揚げていきます。一番いいのは3本4本くらいということです。かなり長いので数本でもかなりの量です。こちらを慎重にこの刻み鴨汁につけていきます。こんな感じで超慎重ですね。これでも溢れそうになります。一番美味しく楽しむために数本でまずはいただいていく。上に溜まった鴨の脂の一番旨味を感じるところ、これを蕎麦と一緒に楽しめる、これがたまらないんです。続いてまた数本、先ほどよりは数を多く揚げていただきます。慎重に刻み鴨汁につけていきます。この上のところに溜まった脂、これが本当に美味しいんですね。鴨油の旨味が強く感じられるうまさ、ここまで濃厚に鴨の脂を楽しめるのはなかなかないです。蕎麦も美味しい味わい食感です。まだ慎重に刻み鴨汁の中に入れていきます。鴨油の旨味が一番上にたまるように、この器だから味わえる刻み鴨汁の味わい、もっと大きな器にしたらといった声もありますが、この器だからこそ刻み鴨汁最大の旨味を出せるんです。だんだん食べる蕎麦の量を多くしていきます。そうするとあっという間に蕎麦がなくなります。さらに鴨肉の旨味が絡んで美味しくなっていく、この刻み鴨せいろ、ほんと美味しいんですね。鴨の旨味がここまで楽しめる、そんな蕎麦はなかなかありません。食べ始めると止まらなくなり、1段目はあっという間にあと少しになりました。鴨肉はどこということですが、実は下にたっぷりあります。後ほど登場しますので、ぜひ見ていってください。まずは鴨の旨味を蕎麦と堪能していきました。ここでミニカツ丼、こちらをいただいていきます。このミニカツ丼も久しぶりにいただくと、その美味しさに改めて感動がありました。早速いただくと、食べた瞬間めっちゃうまい味わいであると思ったんですね。そう、返しのうまさ、これがたまらないと思いました。ほんとすごいうまさだったんです。
カツのうまさ、これもたまりません。衣を含めて肉、肉のうまみと衣と卵のとろっと感、ご飯がちょうどいい炊き具合であること、これも美味しさの秘訣。少し甘さも感じる出汁のこの返しのうまみ、これがたまりません。カツとの相性が抜群です。ご飯だけでも美味しい、これも魅力的であると思いながらいただいていきました。食事で平沼田中屋さんを訪れるときは迷った末に必ずと言っていいほどカツ丼セットでした。そのカツ丼は絶対外せない、そう感じる美味しさを改めて感じました。卵、玉ねぎ、ご飯でもめっちゃうまい、そう感じるカツ丼、普通盛りのカツ丼で食べたくもなりました。あっという間にミニカツ丼をいただきました。ミニカツ丼がついたカツ丼セット、これはぜひ食べたいです。この後は再び刻みカモセイロ、そば2段目をいただいていきます。このそば2段目も結構量ありますよね。ここでネギとわさびを刻み鴨汁の中に入れていきました。こんな感じです。2段目のそば、こちらもどんどんいただいていきます。1段目よりも多くそばを入れていきます。ぬるくなってきても変わらぬ美味しさであること、これも魅力でもあります。だんだんそばの量が豪快になってきました。また溢れそうな感じに見えます。この溢れそうなギリギリ感、これもまた刻み鴨せいろの魅力でもあります。鴨肉の旨味にわさびの旨味、これもまたいい感じでした。ここで刻み鴨たちを見ていきます。すごいボリュームですよね。ほんとたっぷり入っているんです。これがうまさの秘訣でもあります。できるだけ鴨肉と絡めながらいただいていきます。鴨肉の食感でさらに美味しくなる刻み鴨肉はほんとたっぷり入っています。あっという間に2段目最後のそばをいただきました。最後まで飽きのこない美味しさ、そばがなくなった後はこの刻み鴨肉、それをいただきます。そば湯で最後は締めていきました。これがまた美味しいんです。そば湯で最後まで飲み切る、これが本当美味しいと思いました。サラダ、こちらもまたいい感じですよね。美味しいドレッシングでいただきました。そして最後はお味噌汁、わかめが入っています。だしが効いた美味しい味噌汁、こちらもいただいてごちそうさまです。カツ丼セット、刻み鴨汁、そば2段、これはぜひ食べたいです。今回平沼田中屋さんでいただいて感じたこと、それは改めてこの立地での超繁盛店であること、これがすごいということ、しかもあり続けていることがすごいと思いました。カツ丼セット、刻み鴨汁、これが本当にいいセットであるということ、これも改めて感じました。カツ丼のうまさが本当素晴らしいんですね。返しのうまさとカツそのものの美味しさ、そしてご飯のうまさ、刻み鴨汁の美味しさ、外せない美味しさがあると思いました。この刻み鴨汁の最初のそばのうまさは何度食べても忘れられないほど濃厚なうまさがあります。一度食べるとハマるそば、刻み鴨せいろのある平沼田中屋さん、横浜で美味しいそばを食べたいときにおすすめなお店の一つであると思い紹介をさせていただきました。平沼田中屋さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。横浜館内を訪れたら食べたくなるお蕎麦屋さん、それが板そば葵さんです。この板そば葵さんはコロナ前に一度訪れてから横浜館内を訪れたらまた絶対食べたい、そう思っていた蕎麦屋さんでした。お店の前には気になるメニューが書いています。ここを訪れるといろんなものが食べたくなる。この日は久しぶりに館内を訪れることができお店を訪れて迷いました。ランチのメニューはこのような感じになっています。後半では詳細のメニューを紹介していきます。壁にも気になるメニューがたくさんあり、つい見てしまうんですね。その中にイカそうめんもありました。いただいたのは鶏天ぷらせいろ、そばは大盛り、こちらのランチです。これがめちゃくちゃおすすめであると思いました。一度食べるとまた食べたくなるんです。せいろそば、そばは大盛り、そして鶏天、鶏天がすごいボリュームだったんですね。鶏天以外の天ぷらもついていたんです。そして塩、柚子胡椒などもついています。こちらがランチ鶏天ぷらせいろそばのセット、せいろそばからいただいていきます。大盛りにするとボリュームかなりありますよね。山のような感じになっていました。このそばがまずすっごく美味しかったんですね。このそばいただいた瞬間にめちゃくちゃうまい味わいであると思いました。そして食感がすっごい美味しいんです。コシがしっかりとあるおそば、そばをつゆに入れていただいていきます。このそばつゆがまた美味しい味わいだったんですね。あっさりした味わいの中に深みを感じるんです。そのつゆにつけてそばをいただきます。そばそのものにコシがあり、そばの風味が口の中に広がっていきます。美味しいそばの食感、風味とつゆの味わい、美味しくてどんどん食べていきます。食べ始めると止まらなくなっていきました。ここでつゆにわさびを入れます。わさびも美味しいわさび、大盛りだとたっぷりそばを楽しむことができます。
喉越しもいい蕎麦なので、ほんと食べ始めると止まらなくなっちゃいます。蕎麦をつゆにつけて、そしていただいていく。ほんのりわさびの美味しい風味も加わって、さらに美味しくいただいていきます。蕎麦の美味しさに箸が止まらず、どんどん蕎麦が進んでいきました。食べ始めるとほんと止まらなくなるんですね。以前食べた時も蕎麦の美味しさから好きになった板蕎麦葵さんの蕎麦。まずは蕎麦をしばらくいただいた後、鶏天ぷらをいただいていきました。鶏天ぷら、すごいのはボリュームです。ボリュームがほんとすごかったんですね。鶏天ぷら以外にタケノコ、ナス、海苔の天ぷらがついているんです。鶏天ぷら、これがめちゃくちゃ美味しかったんですね。鶏天ぷらは塩につけて食べる、これがまずおすすめであると思いました。そしてこの鶏天ぷら、薄めにカットして胸肉のこの厚みと衣がちょうどいい味わい食感になってるんですね。柚子胡椒を鶏天ぷらにつけていただきます。これは実は初めての食べ方でした。柚子胡椒と鶏天ぷら、これめっちゃ美味しかったんですね。そしてさらにこちらに塩をつける、それがまたすっごい美味しいなと思ったんです。美味しさに衝撃を受け、この柚子胡椒をつけて、そして塩をつけて食べる、この食べ方ほんと合うんですね。びっくりしました。そしてこの食べ方にめちゃくちゃハマってしまいました。もうすべてこの食べ方になってしまいます。それくらいにこの組み合わせほんと美味しいなと思った鶏天ぷらでした。続いてタケノコの天ぷら。タケノコの天ぷらなかなかないですよね。これがまた風味が豊かで美味しかったんです。タケノコの天ぷらは天つゆにつけていただいていきます。優しい味わいの天つゆ、これが合います。天ぷらは揚げ方から美味しいと思いました。ナスも素材の旨味がしっかり生きて美味しいです。そして海苔の天ぷら、これがまた珍しいと思いました。衣のサクッと感がめっちゃ美味しいんです。そしてこちらの海苔の天ぷら、まず最初は天つゆにつけて食べる、これがまず美味しいと思いました。そして後半は塩につけて食べる、これもまた魅力的であると思いました。そんな美味しい天ぷらをいただいた後、もう一度残りの蕎麦をいただいていきます。天ぷらが美味しすぎて夢中になって、まずは天ぷらを全部食べました。そして蕎麦、お口直しのような感じで蕎麦をいただいていきます。蕎麦とつゆの美味しさ、こちらを楽しんでいきます。美味しくて蕎麦がどんどん進んでいきました。そしてあっという間に最後の蕎麦、こちらをいただいていきました。最後の最後まで美味しい蕎麦、こちらをいただきました。蕎麦を食べ終わった後は蕎麦湯です。この蕎麦湯もまた美味しい仕上がりでした。蕎麦湯は欠かせませんね。美味しい蕎麦湯をいただいてごちそうさまです。ランチ鶏天ぷらせいろ、こちらはぜひ食べたいおすすめなセットであると思いました。蕎麦と天ぷらに加えてもう一品食べたいのがこのイカそうめんです。イカそうめん、ランチでも注文することができます。この蕎麦つゆで食べるイカそうめん、まずはボリュームがすごいと思いました。ほんとすごいボリュームですよね。これ見た瞬間にもう納得感でいっぱいになりました。早速いただいていきます。いただくと、これ食べた瞬間めっちゃうまいと思いました。そのうまさの秘訣、それは食べやすいようにイカに切れ込みが入っていたんです。その一手間があることでめちゃくちゃ食べやすいようになっていて、それが美味しさにもつながっていました。わさびも美味しくて、ここで蕎麦つゆの中に入れていきます。蕎麦つゆとイカそうめん、これがめちゃくちゃ合うと思いました。そしてわさびのほんのりした美味しさ、これがたまりません。柔らかいイカの食感と蕎麦つゆの旨味、食べ始めるとハマっていきます。すごく冷えているのも魅力でした。さらに美味しく感じたこのイカそうめん、ボリュームたっぷりで一人で食べるにはほんと贅沢であると思いました。美味しくてどんどん食べていきます。お酒が飲みたくもなりましたが、この日はこの後仕事もありましたので我慢しました。最後まで美味しくいただいたイカそうめん、このイカそうめんもランチでもぜひ食べたいおすすめな一品だと思い紹介をさせていただきました。夜お酒と一緒に食べるのもしてみたいですね。ここで板そば葵さんのメニューを紹介していきます。温は温かい、冷やは冷たい、つけはつけそばという感じで書かれていました。そして平日ランチメニュー、気になるメニューがいろいろあります。その中でまずおすすめは鶏天ぷらせいろ、さらにそばについてはこのような感じ、板そばもめっちゃおすすめだと思いました。以前はこの板そばをいただきました。他にもいろんなそばが用意されています。メニューを見ると迷ってしまいます。さらに一品料理もこのような感じで、鶏天ぷら、とちおの油揚げなども用意されていました。夜訪れるのもやってみたいなということを感じる、そんな魅力的なメニューがたくさんあるおそば屋さんです。さらにこちら、壁を見ると気になるメニューがたくさんあるんですね。今回板そば葵さんでいただいて感じたこと、それはボリュームから期待を超えるランチ、これがまず魅力的であると思いました。この鶏天ぷらせいろ、まずそばが美味しいんです。このそばが本当魅力的でした。つゆもあっさりしていて深みがあり、美味しいそば、食べ始めるとハマります。
鶏天ぷらの美味しさとボリューム、これもすごいなと思いました。この2つの美味しさがミックス、鶏天ぷらが本当美味しくてハマってしまいます。しかもこの鶏天ぷら、柚子胡椒と塩という新しい食べ方、これを発見できたこと、さらにそばつゆで食べるイカそうめんのうまさも魅力でした。館内で美味しいランチを食べたいときにおすすめなお店の一つであると思い紹介をさせていただきました。板そば葵さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。こんにちは、塩さんでございます。今回は海老名駅、海老名で並んでも食べたい人気のお蕎麦屋さんに訪れました。蕎麦はもちろん、天ぷらの美味しさも素晴らしい。さらに店主おすすめの湯葉刺しややっこ豆腐、人気の卵焼き、これらも本当美味しかったんですね。並んでも入りたくなった4つの魅力を紹介していきます。最後までぜひご覧ください。海老名駅から徒歩約10分のところにある国分寺そばさん、この国分寺そばさん、外観からめちゃくちゃ気になりますよね。素敵な風格ある外観をしています。雨の降る中でも13時頃でも満席で並んでいるお客様がいます。次から次へとお客様が訪れるお店、その理由の一つ、まず待合スペースの充実です。待合スペースがすごかったんですね。ここまで充実している待合スペースのお店は初めてでした。もうほんと待つ人のことをめちゃくちゃ考えているんです。ストーブまで置いていました。これがまず一つ目の理由。そして待っている人への心配り、これが素晴らしかったんですね。何度も何度もスタッフさんが外に出てきてはお客様のことを気遣って声をかけてくれる、本当に安心して並んでも入りたくなる、そんな魅力がありました。そして3つ目の理由は、料理提供がめちゃくちゃ早かったことです。入るとめちゃくちゃ安心できるんですね。店内に入ると素敵な木のテーブル席のところに移動されました。店内も本当素敵な空間なんです。素敵な木のテーブルの席に座らせていただきました。外の庭なども見えます。メニューはこのようになっています。冷たいお蕎麦、そして冷たいお蕎麦の横に鴨せいろ御膳、これも気になりました。そして温かい蕎麦、こちらもたくさん種類があります。丼物も用意されていました。一品料理が魅力的でした。蕎麦だけでなく、この一品料理もぜひ食べたくなります。今回いただいたやっこ豆腐や卵焼きを食べると、もうそれだけで他の料理も食べたい気持ちになります。それくらい魅力的なんですね。平日のランチメニューもこちらに書いていました。注文を終えてまず登場するのはやっこ豆腐と生湯葉刺しです。こちらがやっこ豆腐、盛り付け、薬味に対してもこだわりがあるのが伝わってきます。この豆腐そのものは店内で手作りで毎日作られているそうです。それがまずすごいですよね。お箸でカットしていただきました。柚子胡椒をつけて食べる、これもまた新しいスタイル。食べていただくとめちゃくちゃ美味しかったんですね。豆腐そのものの味わいがめちゃくちゃ美味しかったんです。大豆の味が生きている、そのことを感じる美味しさ、そこに柚子胡椒の風味、半分は醤油をかけていただきます。この醤油自体も美味しくて、豆腐のうまさがほんとすごいんです。食べるたびにその美味しさに感動します。店主からおすすめであると聞いて今回いただいたやっこ豆腐、これは絶対食べたいおすすめな一品であると思い紹介させていただきました。まず迷いなく注文されるのがおすすめです。続いて生湯葉刺し、この生湯葉刺しもやっぱり食べたくなります。湯葉刺し自体が僕は大好きなので、もう湯葉刺しがあると食べたくなります。わさびを乗せていただきました。このわさび自体も生わさびであると感じました。それくらいにわさびそのものも美味しくて、大豆の旨味、これが生きた味わいの湯葉、食感がたまらないなと思いました。お酒が飲めるならこの日飲みたいと思いました。それくらいに美味しい湯葉刺しなんですね。食べるたびにその美味しさにはまっていきます。わさびそのものも生わさびということで、風味が素晴らしくて、たくさんつけても全然辛さよりも風味の方が勝って美味しく楽しむことができるんですね。だから多めに乗せて楽しませていただきました。この生湯葉刺し、これもぜひ食べたいおすすめな一品です。そば以外に食べたい料理はもう一品あります。それが卵焼きです。この卵焼きも迷わず注文したいと思いました。それくらいに卵焼きがめちゃくちゃ美味しかったんですね。まず卵焼き、こちらのヘラでカットしていきます。このような感じでカットすると、卵焼きの大きさも素晴らしいなということを感じます。めっちゃでかいですよね。ボリューム感からして素晴らしいんです。いただくとごま油の風味の中から広がる甘み、これがたまらない美味しさであると思ったんですね。綺麗に焼き上げられた卵焼き、食べるたびにその美味しさにかまっていきます。めっちゃうまいなと思いました。このごま油での味わいというのが僕自身もめちゃくちゃ好きで、家で作る時もやはりごま油がすごく重要な鍵と思っています。一人で一つ丸ごと食べたくなる、それくらいに美味しいなと思いました。甘さとごま油の風味、これが本当美味しくてハマってしまいます。卵焼きも絶対に食べたいおすすめな一品であると思い紹介をさせていただきました。一人でも複数人でも取り分けながらいただくことができます。おすすめな卵焼きでした。お待たせいたしました。ここで
天聖の蕎麦大盛りが登場です。やっと蕎麦です。それくらい蕎麦の前に食べていたい料理がいくつもあるんですね。天聖のこの天ぷらもボリュームがめちゃくちゃあったんですね。エビはなんと2尾も入っています。これはめちゃくちゃありがたいですよね。エビ以外もたっぷり入っています。ナス、舞茸、そしてかぼちゃという感じでいただきました。まず天聖の大盛り全体を見ていきます。このような感じ、ボリュームがめちゃくちゃすごいですよね。納得の価格でもあると思いました。器にそばつゆを注いでいきます。そばつゆはこちら優しい味わいで美味しかったんですね。ここに薬味を入れてお蕎麦をいただいていきます。蕎麦をいただくとコシがあるうまい蕎麦であると思いました。蕎麦の風味、それが素晴らしいんですね。つゆにつけていただくと優しい味わいのつゆ、これが蕎麦そのものの味わいを生かしている、そう感じるくらいに優しくて深みのある味わいでした。蕎麦の香り、これが感じられるうまい蕎麦、こちらをまたつゆにつけていただくと、やはりこの蕎麦そのものがさらに生きる、そんな仕上がりになっているつゆの味わいを美味しく楽しむことができます。まず蕎麦を少しいただいてから天ぷらをいただきました。舞茸の天ぷらからいただきます。この舞茸の天ぷらを食べた瞬間、衣の美味しさ、これがまず素晴らしくて、そこに舞茸そのものの美味しさを感じます。薄めの衣で食感がたまらない、そう感じます。ナスもめっちゃ美味しい揚がり具合になっていました。この後もみじおろしをつゆの中に入れていただいていきます。そして感動したのがエビ天です。エビ天見てください、大きさからめちゃくちゃすごいですよね。その大きさに加えて食べた瞬間感じたのがめちゃくちゃうまいということです。エビのうまさがめっちゃすごかったんですね。こんな美味しいエビ天は初めて、そう感じるくらいにめっちゃ美味しいエビ天だったんです。エビそのものがしっかりしていてでかい、そのでかくてうまいエビ天が2尾も入っているんです。めちゃくちゃお得な天聖楼であると思いました。そんな感動を得ながら食べていきます。一度食べるとまた食べたくなる、そんなエビの美味しさに大満足した後、かぼちゃの天ぷらをいただきました。こちらも薄めのサクッとした衣の仕上がり、美味しいかぼちゃの味わいもいただきました。再び蕎麦をいただいていきます。この蕎麦そのものが美味しいので、いくらでも食べられる、そう感じられる美味しさがありました。蕎麦をどんどん食べていきます。食べても食べても美味しさに感動していく蕎麦、つゆが優しい味わいなので安心してどんどん食べれます。蕎麦は大盛りで注文するのがおすすめだと思いました。いくらでも食べられる、そう感じる美味しさがあるからです。どんどん食べていき、最後のお蕎麦にたどり着きました。こんな感じで最後のお蕎麦をきれいにつゆの中に入れてからいただきました。最後まで美味しく楽しめる蕎麦でした。蕎麦がなくなった後は蕎麦湯です。この蕎麦湯がまた美味しかったんですね。濃厚な仕上がりの蕎麦湯、これが飲むとまた美味しい味わいになって楽しむことができたんです。最後の最後まで楽しむことができた天聖楼、まずは蕎麦についてはこの天聖楼がおすすめだと思いました。ぜひ食べたいおすすめな蕎麦です。国分寺蕎麦さんを並んでも食べたい4つ目の理由は、美味しいということと手作り豆腐などここだけでしか味わうことができない美味しさを楽しめることでした。今回国分寺蕎麦さんでいただいて感じたこと、それは並ぶだけでも感動するお店であるということです。店主とお会いした時からずっと行きたいと思っていたお店、行ってみると期待をはるかに上回る素敵なお店であるということでした。ほんと食べる前からここまで感動があふれたのは久しぶりであると思いました。まず豆腐料理の美味しさ、これが素晴らしいなと思います。手作りの豆腐だからこそ味わえる美味しさ、さらに卵焼きです。卵焼きも話に聞いていましたが、想像以上の美味しさがありました。そして蕎麦、メインのこの蕎麦がまたうまいということで、もう食べるたびに料理一品一品に感動していくんですね。さらに蕎麦に加えて天ぷら、天ぷらも揚げ方、そして特にエビのでかくてうまい仕上がりには本当に感動しました。対応、料理、空間、どれも素晴らしいお店、また行きたくなるお店だと思いました。海老名周辺で美味しい蕎麦を食べたい、美味しいご飯を食べたい、そんな時におすすめなお店の一つであると思い紹介をさせていただきました。国分寺蕎麦さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。横浜関内駅北口から1分のところに、うまい蕎麦と一品料理で飲みたい時に絶対おすすめなお店がありました。そのお店は駅からすぐにあることも魅力です。利休庵さん、この利休庵さん、この辺りではかなりの老舗のお蕎麦屋さんです。佇まいから素敵な雰囲気がありますよね。早速店内に入っていきます。まずはメニューから見ていきます。まず気になったのはこの蕎麦いなり寿司と蕎麦寿司です。食べてみたいと思うメニューがたくさんあります。音楽とともにお楽しみください。
店内の雰囲気からまずは一杯飲みたくなります。そしてこちらがお通しです。ビールで一人で乾杯、一人でも全然気軽に飲める雰囲気があったんです。まずはビール、そしてこちらのお通し海苔でした。この海苔のこのおつまみとビールがめちゃくちゃ合うんですね。ビールにめっちゃ合う味わいということで、少しずつ少しずつビールと一緒に楽しんで飲んでいきました。続いて登場したのは生湯葉のわさび醤油です。このような形で生湯葉差しが登場するのは初めて見ました。あらかじめ醤油がたっぷり入って登場していたんですね。わさびを少し広げていきます。生わさびを使用しているので、わさびは全然辛いというよりはうまい、そちらが大きいです。生湯葉の旨味と食感に生わさびの旨味、ハマる美味しさがあるなと思いました。あらかじめこのような感じで醤油に満たされている、それによって生まれる少しの濃厚さ、これが美味しいなと思ったんですね。ビールが進むお酒に合うおつまみです。生湯葉のわさび醤油、こちらもいただいた後、次にそば稲荷寿司が登場しました。ありそうでなかなかないそば稲荷寿司、そばがめっちゃ詰まっていますよね。このそばがたっぷり入った甘めの稲荷、この皮と絶妙に合うんですね。食べた瞬間にハマると思いました。食べやすく一口にカットされている、なのでおつまみにすごくいいなと思いました。そばと稲荷の相性の良さになるほどです。そば稲荷寿司、こちらもぜひ食べたいおすすめなおつまみだと思いました。続いていただいたのがおそばです。このそばが登場してすごいと感じたのがそばの美しさでした。そばで美しいと感じたのは初めてかもしれません。それくらいにそばそのものが美しいと感じたんです。こんなそば体験は初めてでした。食べる前から美味しさが伝わったそば、上天つけそばとして今回はいただきました。そば、このそばつゆ、天つゆに加えてこちらに上天ぷらがあります。ボリュームがすごいですよね。もう一度見ます。天ぷらのボリュームにびっくりしました。ここまでたくさん入っているともう納得ですね。そしてさらにこの天ぷらの奥にあるそば湯、これがまた素敵だったんですね。このような形で登場するとそれだけで気持ちが高まりますね。上天つけそば、早速この後いただいていきます。食べるとさらに納得感がありました。まずはそばからいただきます。本当美しいんですね。美しいだけでなく食べるとコシがあり、その美味しさにも納得がありました。そばの実の風味、これがたまらなかったんですね。コシとそしてそばの実の風味、このそばつゆもまたすごいと思いました。このそばだからこそめちゃくちゃ生きるつゆであるということ、あっさりしているがしっかりとした味わいであるんです。さらにいただきます。この細さでコシの良さとそばの実の風味、本当美味しくてハマるそばです。どんどん食べていきました。そばつゆはそばの旨味を生かす、そんな味わいで作られているのがわかります。食べるたびに美味しさにハマります。そばを食べるたびに美味しい、それが声になって出そうになります。そばもつゆも美味しくてハマっていく、そんなそばに納得がありました。どんどん食べていきます。食べ始めると箸が止まらなくなるんですね。それくらいに美味しいそばであると思いました。またまた書いちゃいましたが、そばが美味しくて箸が止まりません。あっという間に最後のそばをいただいていきます。もっと食べたい、そんな気持ちにもなりながら最後のそばを美味しいつゆでいただきました。そばの後はいよいよ天ぷらです。上天ぷら、こちらはエビが2つ入っています。まず天つゆに大根おろし、柚子を入れていきます。柚子が入っている時点でいい感じですよね。エリンギの天ぷらからいただきました。エリンギは食感と衣が薄めで美味しいのでたまりません。このししとうもまたたまらない美味しさがありました。衣が薄めであること、しっかりした食感も楽しめます。舞茸、こちらもまた美味しい仕上がりでした。このような感じでつゆそのものの美味しさ、これで天ぷらが生きるんですね。かぼちゃの天ぷらもいただいていきます。かぼちゃそのものの甘み、そして少し厚めに感じる仕上がり、これがまた衣、つゆの美味しさと合わさっていい感じでした。レンコンの天ぷら、これもまたありがたいですね。このレンコンならではの食感がたまりません。柚子の風味がいいアクセントでした。ナスの天ぷら、こちらもまた美味しい仕上がりですよね。ナスのうまさが生きる仕上がり。えのきも入っていました。すごい量ですよね。これだけたくさんの天ぷらが入っているんです。えのきの食感もたまりません。ようやくエビにたどり着きました。ここまででも天ぷらのボリュームの凄さを感じますね。エビも大きくてしっかりしているエビでした。いただいていくとエビと衣が抜群の仕上がりです。エビそのものの食感、これがたまらないと思いました。いいエビを使用しているのが伝わってきます。エビをどんどんいただいていきます。2尾目のエビもいただきました。エビはでっかくて大好きなので本当ありがたいです。納得のでかさと美味しさを楽しむことができました。
上天つけそば、こちらもぜひ食べたい、まずはおすすめなそばであると思いました。今回利休庵さんでいただいて感じたこと、それは一度知ると通いたくなるおそば屋さんであるということ。このそばそのものの美味しさ、美しさ、これにハマっていくなと思いました。そしていろんなそばがあるので、いろんなそばを食べてみたいと思うんです。そばの美味しさも含めて納得のそば、これを楽しむことができます。今回いただいた上天つけそばの天ぷらのボリューム、これにも本当納得感がありました。天ぷらの美味しさにも納得のそば、本当魅力的です。さらにそば稲荷、こちらもハマる美味しさがありました。そんなそばだけでなく、食べて納得の一品料理たちが揃っていること、たくさんあるので飽きないです。館内で美味しいそばを食べたいときにおすすめなお店の一つであると思い紹介をさせていただきました。利休庵さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。横浜桜木町の西口に広がる野毛エリア、この野毛というとやはりイメージは飲む場所ということで、飲み屋街のイメージが定着していますね。しかも野毛の街というとはしご酒で1店舗で終わらず何店舗か飲み歩く、それが一つの文化にもなっている、そんな街でもあります。そんな野毛の街で締めにおすすめのお蕎麦屋さんを教えていただきました。横浜野毛でもお店を経営している社長さんから教えていただいた、そのお店では冷やしたぬきそばが特におすすめということで、その冷やしたぬきそばをこの日いただきました。この日はすでに3店舗を飲み歩いた後でした。かなり歩いてきて、そして最後の締めは野毛本通り沿いを歩きます。この日はもう9時を過ぎていましたが、この時間でもかなり人が歩いていました。野毛の街には確実に人が戻っていると思いました。少し歩くと右手に蕎麦屋さんがあるんです。そう、この少し右手に見える明るく輝くお店、こちらが今回目指していたお店、日本蕎麦東京庵さんです。こちらの東京庵さん、ほんと外から見るとめちゃくちゃおしゃれな感じの作りをしています。入ってみたい、そんな雰囲気が前から伝わってくる、そんな雰囲気、野毛一番街の横丁からも近いところにあります。お店に早速近づいていきます。お店の入り口付近にはメニューが書かれていました。めっちゃたくさんメニューがありますよね。後で詳しく紹介していきます。早速店内に入ります。店内もおしゃれな感じの作り、カウンター席、テーブル席などがあります。そしてその奥の方に進んでいくと、このような感じのボックス型の席があります。素敵なボックス席ですよね。なんか雰囲気があります。そしてゆったり楽しめる、そんな雰囲気があると思いました。メニューはこちらです。見ていただくと分かるようにめちゃくちゃ種類が豊富ですよね。温かいそばだけで何種類あるんだろうというくらいたくさんのおそばがあります。冷たいおそばもすごいです。20種類ぐらいありそうですよね。さらにご飯ものもすごいです。その横のセットもの、定食料理、ほんとすごい料理の数があります。さらに揚げ物類ということで、おつまみ系のものも充実しているんです。つまり蕎麦屋さんとしてだけでなく、蕎麦居酒屋としても楽しめる、そんな雰囲気がこの東京庵さんにはあると思いました。もうそれくらいにメニューが豊富なんですね。食事だけでも OK ですし、飲むのもおすすめ、そんな雰囲気が伝わってきます。さらに飲み物もこちら書いておりました。もう一つすごいのは営業時間、朝6時までやっているんです。すごいですよね。さすが野毛にある、そのことが伝わってきました。早速そば焼酎の時そばで乾杯をしました。もうこの日はいろんなところでお酒を飲んでいましたので、最後の締めのお酒はこちらそば屋さんということで、そば焼酎でいただくことにしました。そば焼酎も美味しいですよね。僕はやっぱりソーダ割り、つまり炭酸で割って飲むのが大好きです。そんな感じでそば焼酎をいただきながら板技をいただきました。この板技がまた素敵だなと思いました。もうカットの仕方から芸術品ですよね。もうそう感じるくらいについつい見てしまう、そして食べるのが惜しくなってしまう、それくらいにちょっとしたこの切れ込みなどを入れているんですが、もう盛り付けそのものが芸術品でした。蕎麦屋さんで飲む時には必ず食べたくなる、その板わさ、早速いただいていくとやっぱりうまいですね。わさび醤油をつけていただく、そのかまぼこの味わいと醤油わさびの味わいがめちゃくちゃお酒に合うんです。続いてはお通しです。この日はこのような感じでいただきました。こちらもちょっとしたおつまみとしてめちゃくちゃいい感じでした。手作り感も伝わってくる美味しい一品、そのお通しを食べていると、そう、冷やしたぬきそばが登場しました。こちらは普通盛りです。
その普通盛りでいただいた冷やしたぬきそば、改めてじっくり見ていくとめちゃくちゃ具沢山である、そのことが伝わります。まずは揚げ玉、これがたぬきです。そしてこちらの次には紅生姜、そして紅生姜の次にはきゅうりの千切り、さらにわかめ、そしてわかめの横にはかまぼこ、さらにこの先には山菜まで入っていました。つまりめちゃくちゃ具沢山なんですね。混ぜた時が楽しみに感じる、そんな仕上がりの冷やしたぬきそばです。早速そばをまずいただいていきます。混ぜる前にそのままいただくそば、そばはコシの良さを感じる食感、これがたまりません。喉越しも良くてほんと美味しいそばに仕上がってました。全体を混ぜていきます。この混ぜ混ぜをしている時にもう一つこの冷やしたぬきそばの特徴で感じたのが、揚げ玉がそこまで多くないということですね。結構揚げ玉のボリュームが多いところは多いんですが、揚げ玉よりも他の具材、これがすごく多いなと思います。そしてこの混ぜていくこと、これは冷やしたぬきそばの醍醐味の一つでもありますね。いろんな味わいや食感が一度に楽しめる、これがまさに冷やしたぬきそばの魅力でもあります。改めていただいていきます。いただくとつゆのうまさと揚げ玉の風味、うまさがたまりません。これが絶妙なんですね。そして食べるたびにそのうまさを感じる、これがたまりません。そばそのものもうまいので、本当に食べれば食べるほどそばのうまさ、この冷やしたぬきそば自体のうまさがたまります。そばの食感、本当にこの固めの食感がいい感じです。どんどん食べちゃいます。もう一度食べ始めると止まらない、それくらいに食べやすいしうまい。さらにだんだん他の具材も絡んできます。そばが少なくなればなるほどその他の具材が絡んできます。そばのうまさとつゆのうまさ、これも食べるたびに実感していきます。途中でネギを入れます。ネギを入れることでさらに風味と食感がプラスされ、さらに美味しさが増していきます。そしてこのように食べていると、そう、このような感じでいろんな具材の食感が加わってきてさらにうまくなるんですね。そばが少なくなるといろんな具材を楽しめる、これもまたこの冷やしたぬきそばの魅力でもあります。もう最後の方は具材の方が多くなりました。それくらいにいろんな食感、うまさが楽しめるんですね。最後はもう具材だけということで、具材もまだまだありますので、具材へのうまさを楽しんでいきます。最後なくなるまで楽しめる、それもまたこの冷やしたぬきそばの魅力でもあります。片手で食べていたのでちょっと食べづらかったですが、最後の最後まで美味しくいただいた冷やしたぬきそばでした。そんな感じでこの日4軒目でお腹いっぱいいただいて東京湾さんを後にしました。この日東京湾さんでいただいて感じたこと、それはまず板技のこだわりから素晴らしいお店だなということでした。とにかくそばだけでなく飲む人にも優しいお店、そして具材たっぷりがいい冷やしたぬきそば、これもほんと一度食べるとまた食べたくなる、そんな魅力がここにあると思いました。紹介していただいた知人がここの冷やしたぬきそばが一番うまいんだということで今回連れて行ってくれました。その理由がすっごく伝わってくる、そんな感じの冷やしたぬきそばであると思いました。それだけ具沢山でそばそのものがうまい、そしてつゆもうまいということで、ボリューム感も含めて本当に納得の冷やしたぬきそばであると思いました。そばそのものの美味しさ、これは本当一度食べるとまた食べたくなる、そんなことを感じながらいただきました。知人が勧めてくれたように、いろんなお店で飲んだ後に一度知ると締めにまた食べたい、そう思えるそば屋さん、それが東京湾さんであると思いました。その東京湾さんはいろんなそばのメニューがありますので、他のそばメニューも含めていろいろ食べたいと思います。そんなそば好きにおすすめのお店だと思ったのが日本そば東京湾さんでした。東京湾さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。こんにちは、しおさんでございます。今回は刻み鴨せいろと卵かけご飯、横浜鶴見で食べたいおすすめのそばランチを紹介させていただきます。今回訪れたのは鶴見田中屋さん、鶴見駅から2分ほどのところにあるおそば屋さんです。鶴見田中屋さんは横浜平沼橋のところにある平沼田中屋さんの姉妹店でもあり、名物の刻み鴨せいろ、こちらを求めて訪れるお客様が多いお店でもあります。夜は居酒屋メニューも充実しており、そばとお酒、おつまみを楽しめる、そんなお店になっています。この鶴見田中屋さん、今回はランチで訪れました。鶴見田中屋さんを訪れるとやっぱりこの刻み鴨せいろ、こちらを食べたくなります。この刻み鴨せいろが一番の名物になっており、商標登録もされています。こちらがその刻み鴨せいろの刻み鴨汁です。めちゃくちゃたっぷりの刻み鴨肉が入っていますね。そして特徴的なのはこの刻み鴨汁の器です。
上の方がちょっと細くなり下が少し膨らんでる、この独特の器。そばは大盛りでいただきました。大盛りでいただくと、なんとそばがこのような感じで3段になって登場したのです。めっちゃボリュームがありますよね。1段でもかなりあります。そして刻み鴨せいろ全体ではこのような感じで普通のつゆもついて登場しました。普通盛りだとそば2段になります。そばをいただいていきます。そばはコシのある喉越しの良いそばで美味しいんですね。そのそば刻み鴨汁にまず最初つけるときはこれくらいの少量です。最初は少しだけで入れないと美味しく食べれない理由があります。こちらに慎重にそばを入れていきます。入れるのが結構難しく感じますよね。少しずつ入れないとまず溢れちゃうんですね。なので少量、そしてこの少量でいただくことで鴨の脂がめっちゃ絡んで美味しい瞬間をいただけるんです。次もまだ少量のそばでいただいていきます。慎重にこぼれないようにそばを入れます。溢れそうですよね。ほんとこの上のところにある油がめちゃくちゃうまいんですね。それを少量のそばでいただいていく、めっちゃ贅沢な瞬間です。少しずつそばの量を増やしていきます。まだ溢れそうな感じになりますね。こんな感じでちょっとずついただいていく。そばが多くなってくるとより旨味を感じるようにもなってきます。刻まれた鴨肉、これがたっぷりなんですね。これがめちゃくちゃ美味しいんです。この刻まれた鴨肉、油がめっちゃ乗っているんです。慎重に慎重にどんどんそばを食べていきます。食べるたびに鴨肉の油の旨味、これがそばに絡んできます。少しずつ豪快になってきました。こんな感じで豪快にだんだん入れていきます。刻み鴨汁が少しずつ減っていくので一度に食べられるそばの量が増えていくんですね。つけるそばの量が増えるとさらに美味しくなります。そばに鴨汁の旨味がよりたっぷり絡むようになり、さらに美味しくなっていく刻み鴨せいろ、1段目の最後のそばをつけていただきました。普通盛りで2段なのでボリュームはかなりあります。2段目をいただきます。1段目のせいろを上に上げるとその下に2段目のそばが登場です。2段目のそばは4倍速で紹介していきます。音楽と一緒にお楽しみください。2段目の最後まで来ると鴨汁はかなりぬるくなりましたが、それでも美味しい状態です。2段目のせいろの下にもそばがあります。大盛りのボリュームはすごいですね。普通盛りでもかなりのボリュームがあると思いましたが、大盛りになるとかなりその上を行く感じです。3段目になるとお腹もかなり膨れていることが分かりました。普通のつゆにつけていただきました。こちらはありがたいですね。ちょっとだけ味変ということで普通のつゆでも食べてみたくなりました。優しい味わいで美味しいつゆ、もう一度こちらのつゆでいただきました。そして再び刻み鴨汁です。3段目になっても刻み鴨汁につけて食べるのが美味しいです。それくらいにこの刻み鴨汁ハマっていくんですね。刻み鴨肉たっぷり入っていきます。ネギもいい感じですね。刻み鴨肉と一緒に食べる、これも美味しいです。3段目の最後のそばをいただきました。たっぷり刻み鴨汁に絡めて最後いただきました。ほんと最後まで美味しい漬け汁の刻み鴨せいろでした。そばがなくなった後はそば湯です。めっちゃ濃厚なそば湯であるのが伝わりますね。これを見るだけでもう美味しさが伝わってきます。いただいていくと鴨の旨味の効いたそば湯、ほんと美味しいと思いました。鶴見田中屋さんを訪れたらまずは刻み鴨せいろ、これがおすすめです。セットでも刻み鴨汁に変更ができるようになっています。プラス料金は必要ですが。そしてもう一つ今回気になったのが卵かけご飯です。この卵かけご飯、なんと混ぜない卵かけご飯なんです。その混ぜないというところにめっちゃ惹かれて見てみたい、食べてみたいと思いました。こちらが卵かけご飯です。こんな感じで来るんですね。もう卵は割っていただいた状態です。この独特のタレ、これもまた美味しいと思いました。こちらの卵かけご飯を早速いただいていきます。まず卵をご飯にかけます。かけやすいように器にこのような感じになっています。こうやって卵をご飯の上にかけます。そしてこの後です、卵を混ぜないで広げるんですね。こんな感じで慎重に広げていきます。普通だと混ぜてしまいますが、こうやって全体に広がるようにしていくんですね。これは初めてでした。混ぜたくなりましたが我慢しながら広げていきます。そして広げたら今度は専用のタレ、痩せの素、こちらをかけるんですね。このような感じでこちらをかけていきます。結構たっぷりかけても全然美味しかったんですね。卵かけご飯の完成です。こんな卵かけご飯初めてでした。混ぜない卵かけご飯、どんな味わいになるのか早速いただいていきます。卵そのものの旨味とタレの旨味、これがめっちゃいいなと思ったんですね。ご飯もよりご飯の旨味として感じられるんです。卵の旨味とタレの旨味、そしてご飯そのものの旨味、それぞれの旨味にハマっていくんですね。しばらく混ぜないままでいただいていきます。
こんな感じで食べるほどに美味しいと思いながら、そして最後の方になって初めて混ぜ混ぜしていきました。最後はこのような感じ、混ぜるとまたやはり違う味わいになって美味しくなるんです。混ぜる方も好きだと思いましたが、混ぜないままでも美味しいと思いました。最後まで美味しくいただいた卵かけご飯、こちらの混ぜない卵かけご飯もおすすめだと思いました。お腹をもう少し満たしたい、そんな時にはそばプラス一品でこちらもおすすめです。それでは鶴見田中屋さんのメニューを見ていきます。鶴見田中屋さん、メニューめっちゃ気になるものはたくさんあるんですね。まず刻み鴨せいろです。この紹介させていただいた刻み鴨せいろ以外にも、冷たいせいろそばだけでいろんな種類があります。結構気になるんですね。そして温かいそば、こちらも充実しています。鴨南蛮も用意されていました。そして丼とおそばのセット、こちらもおすすめです。こんな感じで用意がされていました。天丼なども気になりますね。そして天ぷら御膳、これもまた魅力的だと思いました。こちらの御膳系のメニューも刻み鴨汁にプラス料金で買えることが可能になっています。めっちゃ豪華な感じです。さらにロースカツ御膳もありました。これも魅力的ですね。そしておつまみメニューがめっちゃ充実しているんですね。この刺身系、刺身もまた魅力的だと思いました。平沼田中屋さんのところでいただいた刺身は忘れられません。他にもメニュー、豆腐系のメニューや鴨料理も用意されています。ほんとお酒を飲みながらそばも楽しむことができる、おつまみも楽しむことができる、そんなメニュー構成になっています。そして卵かけご飯です。こちらもぜひ食べてほしいと思いました。今回鶴見田中屋さんでいただいて感じたこと、それは平沼田中屋さん以来久しぶりにいただいて、やっぱりこの刻み鴨せいろうまいなと思いました。田中屋さんならではの味わいと美味しさ、独特の器の刻み鴨汁、これが本当にいいなと思いました。油のうまさが本当たまらないんですね。最初の食べ始め、この慎重な体験、これもまた独特でいいなと思いました。鴨の油を一番感じられるうまい瞬間、これが本当素晴らしい刻み鴨せいろ。鴨せいろとはまた違う独特の味わいを楽しむことができる、これが本当に魅力的だと思いました。ぜひ食べたい、そう感じた鶴見のおすすめな一品であると思います。さらにそばそのものの美味しさとボリュームにも納得でした。普通盛りで2段、大盛りになると3段あるそばはもうボリュームの面でもめっちゃ納得感があります。刻み鴨汁に本当飽きない美味しさ、そして混ぜない卵かけご飯の衝撃です。この混ぜない卵かけご飯も本当びっくりしました。こんな食べ方があるんだということで、卵かけご飯の奥深さを再発見した、そんなひとときがこの日ありました。そしてこういった卵かけご飯や刻み鴨せいろ、そういったメニューを含めて、この鶴見田中屋さん独自のこだわりが素敵だなと感じた料理たちがありました。夜もぜひ食べたい、そう感じたひとときです。鶴見周辺で美味しいそばランチを食べたい、そんな時におすすめなお店の一つであると思い紹介させていただきました。鶴見田中屋さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。いかがでしたか。横浜海老名で見つけたそば屋さん、一度食べるとまた食べたい、そう感じる美味しいそば屋さんは、そばそのものに加えてそば以外の一品料理や丼なども本当美味しくて、一度食べるとまた食べたい、そして誰かに教えたい、そんな気持ちになりました。そんなおそば屋さんを今回は6店舗厳選して紹介をさせていただきました。横浜海老名方面で美味しいそばを食べたい時に参考になると嬉しい限りです。最後までご覧いただきありがとうございました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。